はい、二元遍路道、まあ、一応保存協力会の、道しるべもついてますね。四国の道、高野 1.3 キロ、はい、行きましょう。よし、荒れてる荒れてる、確かに。まあ人が通った跡もある、あるにはあるけども、やっぱり下草そのままって感じ。はい、今回は千本峠遍路道のうち導入の林道より山道に入るところから峠と思われるところまでの様子をお届けいたします。このルートの案内はできる限りノーカットでお届けしますので、利用する市内はご自身の判断にてお願いいたします。確かにリスクは存在すると思われます。でもレアで県道12号をそのまま歩くよりもはるかに魅力的なこのルートを最後までお楽しみください。あ、ちゃんと遍路道道筋あるね。千本高原、開拓の地、千本高原。千本高原は今からおよそ千数百年前に開拓され、旗の川開拓の第一歩を記したところです。今では夏大根やリンゴなど高原特有の作物が栽培され、またハイキングキャンプとしても大いに利用されています。なるほど、千本高原キャンプ場 500m。 なるほど、なんかキャンプした記憶がありますね。はい、坂の 1.2 キロ、遍路道はこちらです。よし、行きましょう。うわ、カエルが鳴いてるね。びっくりするよ。はあ、ナムダイシ炎上コング、ナムダイシ炎上コング。はあ、いやでもやっぱ歩いてる時代かね。さあ、またワープしますか。まあ、この辺りあれですね、昨日雨が降ってその雨が結構道を流れてますね。結構ぬかるんでます。だから大雨があった。あ、ここなんてこれ崩れそうやね。ああ、崩れかけてるよ。ああ、やばいやばいやばいね、これこれ崩れるとやばいよ。やっぱこうやって結構ぬかるんでる。まあそんな気がしたんで今日はトレッキングシューズにしてきたけども、雨が降ったら結構水が出るね。なるほど、了解。まあでももうその区間はちょっと前だか。はあ、深い道があるけど、まあこれは道なりでしょうね。はあ、よっしゃ。はあ、なんか看板がある。はあ、雨が降るとやばいかもしれない。あ、まあでも
路道どこもそうだよね。ああでもさっきのお遍路さん死に来てもよかったかもしれないね。これならいいけど、待ってよこれ。え？あ、あっちに辺路道ってある。あ、心強いね。心笑い心を見る辺路道。はい、ここ、こっち。ほら辺路道の看板あるよね。よっしゃ、はあ、こんな感じ。キャンプ場になってそうやね。700m か。遠路道はこちら。よし、マップ。1.2km ほど来たところで。崩れてますね。でも崩れてからは少し時間が経ってるみたいですね。人の通った感じもありますね。これ崩れた直後だったらちょっとよういかないかもしれないね。よっしゃ、おこれ、なるほど、この辺が荒れてるという印だね。雨が降ったり地震があると怖いね。よっしゃ、こんなとこ行くんだ。あ、確かに荒れてるわ。間違いないよね。よし、行こう。
この間はさっき気がついた誰か歩いた気配はあるね。草が倒れてる。でこの間さっきから何なんだろうと思ったけど、何かイノシシよけかなんかそんな感じだね。心洗い心磨く遍路道よっしゃ。わずかだけど人が歩いた気配がある。松坂の方だ。よっしゃ。1.2 キロ高野瑞稀の千本峠、まっすぐ行けってことだろうね。よし OK サンキュー OK サンキュー。これ全部獣よけだね。イノシシかな。だけど何を守ってるのかどうかよくわかんないよね。イタドリ確かにイタドリがあるのか。あれなんじゃ通行止め。これはでも超重要だろうね。人間は当たってもいいんでしょ一言変えて置いてほしいな。お遍路さん渡ってもいいよってか、もう少し先にお遍路の表示があるとかね。でも間違いないよね。よし間違いない。掘らせていただきます。よっしゃ。これまたげる高さにしてあるところもね、渡っていいよって話だろうね。しゃ。しかしこれだけ厳重なイノシシ除けがあるってことはイノシシが出ても不思議じゃないよね。怖いよね。ここでイノシシ出たら避けるとこがないよね。今度闘牛の世界になっちゃうね。日本勢だから。あれってことはあそこまでが人の陣地、こっからは自然の陣地だから命知れてもおかしくないよね。やばいよね。覚悟しとかないと。心は覚悟しとかないとね。とっさに動けないよね。よし。
大師さんだね。大師さんだ。大神社か。なんだ神社か。なんだ神社。はい、それでは今到着したピークが千本峠かどうか我らが地理院地図で確認してみましょう。さすが地理院地形図ですね。 Google マップにはない今回ご案内のルートもしっかり表示されています。赤い太いラインがこの動画、赤い細いラインが次回からご案内のルートになります。県道12号から峠までの高低差は約180メートル、100メートルで10メートルの上りですので、それほどきつい印象はありません。参考までに同じスケールの Google マップ 3D 画像でルートを確認してみましょう。いよいよ次回は高野展望台に到着します。素晴らしい景色をご覧いただけます。ご期待ください。よいしょ。はあ、金風が来るね。吹き上げの涼しい風が、はあ、よっしゃ、ピーク越えました。なるほど、なんかすごいね。わあ、なんかすごいけど整備をされた感じ。ああ、よっしゃ。